はい、じゃあ早速打っていきましょうかね。懐かしいな、27年ぶりですね。これ打つやり方っていうのがありまして、これあの左リールに7、3つあるんですけど、狙っていい7っていうのが2つあります。僕がいつも狙ってたのは これかな、これ、切れ目のない方です。あの7の2コマ上にバタフライチェリーがあるんですけど、引き込めるのはこれともう1個切れ目にある7なんですけど、こっち狙ってる限り僕の打ち方すればビッグはもう 100% 成立ゲームで分かります。おー、こっちですよ、こっちの7を上段に毎ゲーム、これチェリーですね。チャンスなのは一応これ7が上段にビタ止まりした時、その時7ヒール唇っていうのがあるんですけど、その時点で、レギュラーオア15枚オアアイで、アイはもう取りこぼし確定ですけど、その時にだからガセリ1目が出るんです。あ、これちょっと1コマ早かった。マイゲームだからこれ本当上段に7ビタを敷いてたんですよ。これそう、例えばこの目で右が1コマ上でビッグ確定の1目なんです。イブ7イブっていう、それでビッグでした。ビッグ確定です。いや、ここを狙ってる限り、この打ち方をしてる限り、はい、引き込まないんですね、センターに引き込、いやだから引き込めずに止まるんです。あ、引き込めない場合に、ちょっと意外でしょう。これでだからここ右はもう一コマ上だったらビッグ確定なんです。ただもちろん左にこの7を上段にビタ押した上で一コマ滑ってっていうのが条件ですけどね。だからそれ4コマ滑りってことですか、条件になるのかな。だからコントロールで引き込んでんだったら、ただこんな停止系でもう誰が見てもビッグないでしょっていうのでビッグが入ってるっていうのがすごい好きだと。なるほどなるほど。あとまあこれ7のここがバックでもそうですね、バックイブ、イブバックイブっていうゼロ枚役、ガイドでだからあのね、表記ですごくあの感銘を受けたのは、内部的にゼロ枚役があのボーナスの代用絵柄となっておりみたいな、すごくなんか美しい言い回しだなって思って僕も真似させていただきました。これなんか枠上ではダメなんですか、左枠上に、枠上にビタ押しすると下段に愛が止まっちゃうんです、めんどくさいからになりますよ。あ、めんどくさいからってことですか。めんどくさいからその上段に狙うってことですか、その目を取りこぼしてもいいからっていうことで。あ、もう目は取りこぼし確定で結構ですっていう。あ、そうなんですね。もうそもそもあの目自体が、あのものすごく確率が低い。あ、そう、1024分の1です。あ、じゃあ、そういうことなんですね。もうそれぐらいが、ポイント補正もあるし、金塊でからです。これ今これビタ押ししました。これだから唇を狙います。お、でこうなるでしょ。で、これ必ず77リップが7狙わなければ必ず唇止まります。おお、すげえ。これで、あのもう唇蹴ってるんで、もう、あの15枚の唇は可能性否定です。で、あとはレギュラーもしくはアイです。ああ、なるほど。可能性がある。ああ、これだからチャンス目なんですね。それ1024分のアイかもしくはバケかボスってことですね。なんかでもこれこういう場合多分バケだったら美味しいわけでしょ。そう、これはバケ引いてもらうと盛り上がるわけですよ。で、じゃあもう一回やって、これもビッグの可能性ゼロです。左ビタで止まってる限り絶対、はい、もう一回今の目止まってビタで止まれば、あ、バケだ。これでもうバケです。あ、本当だ。ほら、もうこれで、で、じゃあもうさすがですね。いいですね、さすがですね。いただきました、ありがとうございます。さすがボスさん、何もしてないですよ。いや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 、これはもう化けを呼び込む男ですよね。いや、じゃあ化け揃えます。化け比率 90% ぐらいですからね。試し打ちです。もう化けだったのに。ちなみに7の唇書いてあると中段だったら鉄板なんですね。これなんで、はい、滑ってますね。あれ、まさかこれビッグだったりする。あれ、来た。あれあれ、あ、リプレイね。あ、今のところじゃないや、これは。こっちの、いや、ちょっと待ってください。これは謝罪してもらうかな。謝罪案件のような気しますね。お、あれ、いや、あれ、これ、いや、そんなことはない。ばらけてるな、滑ってる。つまり、1024分の1の愛を2連続で引いた。可能性的にはすんげー確率。そんなことあんの。1024×1024 ってことだ。1024、ただこの子役の工程によって若干違いました、ね。確かにそうです。いや、何の位置だっけ。やばい、だってもうあの形出ないし。出ないですね、出ないですね。あの2ゲームだけ出たの。うわ、
化けを化け引くよりもすごいですよ。いや遅い遅い。いやもう入ってないですよ。間違いない。完全入ってない。うわすごい。いや2連続しか確かに止まってないですね。すごいの見たな今。わあでも早くボーナス引いてくれないかなこれ。おお生入り。いやちゃんと練習してくださいよ。センターの7リッ。いやこれ一番やっちゃいけないことじゃないですね。はい。まあこれはまあ普通に親父打ちと言ったらまずいですけど振り打ちで消化します。だって6枚ですもんね。そう6枚役なんでメインが。外したら外しただけ損します。1回外したらね、これ6枚役2回取らなきゃダメなんで、でこの打ち方してるとああいういわゆる飛び込みっていうのがありますね。それとまあ分かっていただけたかと思いますけど、上段にビタをしてて中段1コマ滑るんです。あのビッグの時は今だから右にたまたま7がいなければ綺麗な唇が、そうですね、77唇が止まってたはずなんですけどね。なんかでもこれジャック中の音楽すごいなんかイライラさせる音楽ですね。イライラそうなんですよ。ちょっとはまああれなんですかね、ジュリアナみたいなイメージ。そうそうですね、まさにジュリアナが、その辺狙ってると思いますよこれ。ジュリアナといえば荒木師匠とか。荒木師匠ね。あ、外れ。そう、あのジャック外れの時リーチ目の形取るんですよね。そうですね、ユニバって昔からそうですね。はい、終わった。いやはい、リーチ目を、はい、次はぜひとも。わあ、しかし名前入りはちょっといただけないな今のは。そうですね。落ちまか。そう、あのちなみに切れ目の方の赤ななびたをするとどうなるかっていうと止まるんですよ、これが。そう、切れ目の方はね。だからさっきの、あの赤ななとちょっと法則が変わる。これ、はい、テンパってますけど多分揃わないと思います。はい、だからそういう意味合いでさっきのあのこっちの7を狙ってるんですね。その打ち方ってこう、はい、ガイドとかに載ってたんですか当時。いや載ってないです。ここまでね、あの詳しくは載ってなかった。あ、だからそれほどの人気機種がなかったってことですよねこれ。まあガイドでは扱いましたけどね。リーチ目みたいなの載ってましたね結構。ありますね、うん、で左のテーブルも一応載っけてたんですけど、はいはい、いやあのテーブルね、あの間違ってません。あのね、ここをだからビタで押してここに止まるっていうテーブルなってないんですよ、あれ見ると。ビッグで1コマ滑るっていうのが書いてないってことですよね、ビッグ成立でね。そうだ、 BR どっちも同じテーブルってなってました。さん、はい、ありましたよ。ありました。 BR 同じテーブルって書いてある。左 D は同じテーブルっていうふうなことちょっとわからない。そうそうそう、なんか読み解けない。あ、ちょっと待ってください、ちょっと待って。あ、これセンターラインだ。あ、センターだ。集団基準だ。あ、それだったらどうなんだろう。あ、合ってる。合ってる。お、合ってますか。じゃあ、はい、ビッグの場合、だビッグの場合一コマ。一コマ可能。お、じゃあレギュラーの場合がバツになってるんでビターです。ビター。あ、じゃあ合ってるんだ。これは合ってますね。素晴らしい。すごい。これ素晴らしい。お。ビタ止まりました。これだからどうなるか。唇か。ああ、これはもう唇かくて絶対外れない。唇ゲ。おお、すごい。なるほどなるほど。唇ゲ。まあでもずっと打ってる人の方が絶対詳しい。そうなんですよね。間違いない。それは絶対間違いないですよ。いや、ただそれがだからもういかんせん27、8年前のことなんで。それこの間僕一切打ってないです。今日ここ初めてここで。まあまあまあでね、これはね。なんかスロットバースロキシにしたら珍しくちゃんと台を向き合ってる気がする。どういう意味や。自分もイブ結構打ってたけど、はい、こういう着眼点で打ってなかったから。あの僕作業みたいな感じで打ってるんですよね。だからプランキーコンドルでも上段をばっかりひたすら狙ったりしたじゃないですか、はい、それと一緒。それのあの走りです、このイブ X って。なるほど。あの昔はもうちょっと目押しうまかったですよ。おお、来た来たぞ。これいやちょっと待った。いや切れ目じゃないですよね。ああ、唇確定。これは唇です。ああ、なるほど、そういうことですね。面白くなってきたな。落ちまか。
あ、なんかイベックスにある噂って本当なんですか？あのこのパネルの女性が、あ、会長の愛人でしょ？それなんかまことしやかにささやかれてましたけど、それはどうなんでしょうね。都市伝説っぽいやつだったら1日8000ゲームずっとリプレイしか取らなかったっていう実際にあったえ、俺それ聞いたことある。パル工業系の V10 とかでしょ。あ、それ僕も聞いたことあります、うん、ハードしてぶっ壊れて、ぶっ壊れてるから、あれそうなんですね。ぶっ壊れてっていうか、まあまあまあ同じところを集中的に聞くから、そのままずっと、うん、ずっとリプレイ1500ゲームぐらい四五一で、あの C51 で、あ、ずっとついて最後も逆押しにリプレイ外してやめたとか言ってそれあれですよね、ガイドの当初来たやつです、ね、来たやつ、ね、僕だってそれ検証しに行かされましたお店に、ここの店の何番台ですって言われて行きました。もう店に名前言って下井草の某店。ああ、下井草の、はいはい、下丸ですか。下丸ですけど、あのバンバン出してます、この出してます、はい。というかボーナスいきませんね、なかなか作業みたいな台で楽しむってなかなか難しいですけどね。え、ボスさん、そういう台嫌いですか。嫌いです。コアとかはだからそこにありますけど、コアはめちゃくちゃ嫌で、いやいや、え、マジですか。一日打ってもくたくたなれながら帰って、もう明日も打たなきゃいけないのかっていう、そういうやつ。あ、そうなんだ、そこはちょっと僕とでは、あ、これは分かりました。ね、リップ15枚、広角時1/30。ああ、だから2連続でいきますわ、場合によっちゃ。で、定格がここに書いてあるのは2730/1。ああ、だから1/30だったら、まあ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 、うん、2連続しますね。それならありえますね、はい。一体どういうサイトに載ってるんですか、そんなの。いや、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼します。I は1/11。ああ、それならあります。もうあの当時はね、もうこれと決めたらもうあと何も考えんで作業だけやってましたからね、本当。出る出ないとかももう全く考えずに、最終的に。パチンコ中選択肢はなかったんですか、本当に。あ、パチンコね、あのその当時ってちょうどあれ綱取り物語の朝一出目披露とかやってましたね。 あと94年頃だったらもう花満開とか出てましたよね。ああ、あれはちょっと怖くて。だから CR が結構激しいのが出てきた。おお、これ来たでしょ。ビッカクです。ビッカクですね。ありがとうございます。ちょっとあの、じゃあ他の面白い出目出ないかどうか。これで7上段に止めたいな。いや、4コマ滑る、1、あー、テンパっちゃう。ちょうちょビタですね。ちょうちょビタ、ちょうちょ中段ビタ、はい、だからバック下段ビタですね。あー、ダメだ上段引っ張るってすごいっすね。今度は早いのか。で、これだからこう、ここに7女7が止まる。7イブイブ、あ、7女女か、7女女あとはまあ、レアなやつって言ったら、あ、これダメだ、7、あ、これイブバックイブとかも。あ、そうです、はいはい、あ、バック中断みたいでした。ごめんなさい、バック中断みたい。いや、今押せてる気がしますよね。いや、だからなんか、なかなかちょっとボスさんやってみてくんなさい。あ、来た来た来た。そう、これでここにイブ止まって、おー、うわ、これだから、これでビッグ、あ、これか、これでビッグ。なるほどなるほど。横の人がこれ見て、あーってポカーンしてよしっつってこうやってザッザッザッってやるザッザッてやるわけです。ザッザッいいっすね、これ。これザッザッいいな。で、やめないで1枚入れて、あー、いいっすね。これはね、やっぱおもむらにすごくいい目だと思います。こんなビッグに見えないのに実はビッカクって。だからここがバックでもね、旗から見たら分かんないんですよ。分かんないですね。変態でしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はいはい、今回はそんなわけでですね、ドラゴンひろしさんにイブ X を打っていただきました、はい、ありがとうございます。どうでしたか、久しぶりに打って。本当だから、はい、28年、28年ですよね。だから28年です。リアルに全然ゲーセンとかでも打たれてなかった。一切打ってないです。あら、なるほど。だから本当に28年目の真実じゃないけど、自分の記憶がある程度合ってたっていうのが、はい、今もね、やっぱ老人扱いされるんですよ。いや、まあまあまあ、しょうがないですよ。だっておじいちゃんと一緒とかでやってましたから。そうですよ、はい、でもやっぱりそれくらいね、あの本気で打ち込んだ台っていうのは28年だってもう忘れないものなんですよ。うん、確かに本当そうです。そんなわけで、ひろしさんお迎えしてお送りさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
よろしくお願いします。